ないでね、とても今もう割と感動して、感動してみて、俺たちの時代よりね、いろんな意味ではるかに進歩したなと思ってね。よくああやって達者にやるなっていう感じ。いや、大したもんだよ。迫力もあるしね。これはね、ちゃんと計算されてなきゃできないし、文太さん本当に正直に感動してくれた。どうもありがとうございます。素晴らしかった。さあ、俺も勉強せないか。勉強せないか。まあちょっと全然ジャンル違いますけどもね。はい、さあ続いてお待たせいたしました。今度は松田聖子さん、久々の登場です。こんばんは、今日はね、本当加賀さんもすごく聖子ちゃんの生き方というか、なんかライフスタイル自体にもすごく興味があるみたいで。ね、私の母がね、83歳なんですけど、あんまり私のテレビとか見ないのね。それが珍しく今日ね、出かけるときに私を呼び止めて、新聞で見たけどあなたは今日松田聖子さんとご一緒なのねっていうか、そうよって言ったら、私はあの人大好きなのよって言うのね。あ、そう、どこが好きなのって言ったらね、あの人はいつでも何でも前向きにね、自分のなんだか、なんて言ったかな、前向きに自分のこと、自分のものにしていくって言ったのかな。そういう精神が私はすごく好きなのよ、だから頑張ってって言ってちょうだいってうちの母が言っております。加賀さんもそれ聞いて、じゃあ行ってくるよと。そうそう、ちゃんと伝えるよって言って、私自身も彼女を見ててね、つまりアーティストとしても、それからなんていうのかな、ビジネスウーマンって言ったらいいのかな。確かにね、事業もやってますね、いろんな事業やってらっしゃるでしょ。それからもちろん家庭人としても、その三権分立をね、非常にこう方向正しくやってるって気がするのね。でそういう、なんていうのかな、ご自分って一番あなたが大切にしてるものって何？そうですね、やっぱり、やりたいことも一人じゃできないから、支えてもらってる、なんていうんですか、なんかその気持ちとか、そういう応援してくれるね、やっぱり一人じゃ何でもできないですよね、家族とか、あと不安の人とか、その気持ちは大事にしていきたいですね。でも今加賀さんも言ったけどね、普通三権分立って言ったけど、例えば仕事とか家庭とか、それからその歌なら歌と、ね、歌以外のビジネスも、なかなかその三本柱っていうのは一緒にこう進んでいけないもんだと思うんだよね。私はできなかったものね。そういう意味では本当に3つはね。でもそれ、やっぱり辛い時もあるのかなとか勝手に思っちゃったんですけど、自分としては全然そう辛さとかない、その3つをこうこなしてて。いや、やっぱり難しいと思うんですけど、ですから周りの人の協力っていうか、それがないとできないし、主人とか家族とか、周りの母の皆さんとか。ただ聖子さんってちょうどデビューして10周年でしょ。はい、そうです。そうすると17歳からこの27歳までの間に、こうなんかこう自分はこう、次はあの階段登ろう、今度はあの階段登ろうっていうステップをね、間違いなく上がってきたような感じがするんだけど。そうですね、まあでも絶対自分が正しいっていうふうにじゃないかもしれないけれども、でも信じる道を歩いてきました。そう、それがなんか ビタッとはまっていくのがね、小気味っていうか、私なんか見てると、例えば、演出家を、ご自分のね、コンサートありますよね、また武道館 で今度はどなたになったの？土方さんっていう方なんですけど、コマーシャルの、そういうふうにほらタイムリーに伊集院さんだったり、映画監督の根岸さんだったり、なんかしてんの後ろで。いや、そういうふうにね、多分ご自分で決めてらっしゃると思うのね。だからその方向性がいつも間違ってないっていうところがセンスがいいのね。ありがとうございます。さっきね、周りの人に助けられたって言って、もちろんそうだと思うけど、やっぱり本人の中に強いもの、パワーというのか、そういうものがないとやっぱりね、そうやって的確に方向指示器を出して、そうやって自分で達成していくっていうのはやっぱり難しいもんだもんね。でやっぱり今のステータスをやっぱりその守っていかなきゃなんない、もっと大きくしていかなきゃなんないって、そういう意味で今度はニューヨークいらしたの？そうですね、やっぱり歌をやってる人間として、大きな、夢に過ぎないかもしれないけど、こういう機会ぜひやってみたいと思いました。でなんか得たっていうか、感触はつかめたんですか？大変いい仕事ができたと思います。これからですけども、で今日歌ってくれるのはね、自分で作詞して、で作曲は今日来ているプリンセスプリンセスの奥井ちゃんがなんと作ってくれたというですね、この2人のコンビネーションの、新曲ですけど、
それじゃあ早速ですね、はい、どうぞ、はい、何をやってんだよ本当に俺は、まあ、加賀さんと聖子ちゃんがこういうマジな話で俺知ってたけどずっとこらえて辛かったよ、真面目な顔してんのか本当に。僕は何もしてません。加賀さんね、モニター見てないからね、俺ずっと見てた、辛い辛い本当に。俺がさせてた。あ、させてた。いいことだよ、やるってことは。うん、本当にもう。さあ、それでは、はい、行ってみたいと思います。さあ、プレシャスハートです。だったわよ、聖子さん、ね、あの作曲者の、ね、奥井さんもお見えになっておりますので、ちょっと奥井さんと一緒に話をしてみた。見せますね、でもね、パッとジャケット取ってね、どうぞ。ジャケット脱いだ時驚きましたよ、ね、驚いた。ズボンまで脱ぐのかと思って。いや、脱がない脱がない、それ
て。でもあなた本当綺麗な肌ね、触りたくなっちゃうぐらい。医者でね、うん、お子さんを産んだからだと思えないね、本当に。本当本当、ちょっと来た方がいいですね、はい、ね。で、出れる作詞家と作曲家についてお話を。ね、奥井さんは曲を書いたんだけど、はい、作詞の聖子ちゃんを見てどんな風に思った作曲者です。いや、メッセージ風な歌をね、歌われるって聞いたんで、うん、あ、どんなメッセージなのかなと思って、なんかすごい、あ、すごい幸せそうだなと思って羨ましくなった。あの詩の内容を見たとき、あと今日なんか、まあ、作曲の立場でこう聞いてみて、生で、ね、今日初対面でしょ、そういう意味ではね、初対面、ね、どう聞いた感想は。いや、私の中に松田聖子さんってイメージがものすごくあって、私が中学ぐらいの時に確かデビューなさって、で私オーディションの時ね、自分の曲歌おうと思ったんだけど、バンドのオーディションの時ね、なんか機材が揃わなくて、前の人が歌った歌でいいですって言ったのが聖子さんの裸足の季節だったんですよ、うん、で私オーディションでね、エクボーノって歌って受かったんですよ。だから今そう、なんか恩返ししたような気がして、なんかなるほど芸能界の鶴の恩返しとなんだね、初対面とはいえね、すごくノリのいい曲みたいな。なんか元気が出てくるっていうか、うん、こうパワーをもらえるっていうか、うん、歌っててすごく気持ちがよくて、なんかでも私は今詩聞いてて思ったんだけど、なんか週刊誌の皆さんにアンサーソングしてるみたいな。あ、もうね、ちょっと言い訳っぽくない。あ、うん、その内容が聖子ちゃんが、うん、いつも書かれて、ほら意地悪されて、しゃべんないことなあだこだ書かれちゃう。聖子ちゃんが 右向いて右見てあげましたっていうだけでもう記事になっちゃうわけじゃない。あの加賀さんがこう週刊誌の見出しで売れてた時も、うん、そんなとこ、うん、そんなこともあったんじゃない。なんか一挙手一投足を書かれちゃうって、大げさに。そうですよ、大げさに ね、 ね。でも強い女性ってのはあんまりその辺は気にしないんじゃないですか。もう書かれて、私もまあ平気、あなたも平気。そうですね、まあマイペースで、ね、ええ、気にしてたらキリがないっていうところは、そうだね、ありますもんね、うん、はい。というわけで、あ、いいですか。いいですよ、はい、もうとにかく強いパワー同士の話ですから、私も割って入るの難しい。本当なんかゴジラ対ビオランテって感じはありますもんね。いやいや、いや、じゃあいい意味で言ってるんですよ、そら。いやー、分かったわ、あんたの気持ち。え、なあ、そうなの。俺に矛先よ。どうもありがとうございました。カットコマーシャルです。ちゃんです。